電気おやじです。ダウンライトの外し方と注意点を紹介します。まず器具の周りにクロスやペンキがついている場合には天井材を傷めないように切り離してあげてください。このように器具に動きが出れば取り外すことができます。まず以前の動画で紹介した羽式のものからやっていこうと思います。こちらはこのように天井材に突っ張る形で固定されています。こちらは断面が分かるように切断して見やすくしてあります。もしこの照明器具を無理にこう引き剥がそうとした場合、ここの部分に負担がかかり天井材を破損させてしまうことがあります。天井材の強度や厚みにもよりますが、このような感じで爆裂してしまうことがあります。このようにならないように、私はこの家の車用の内張り剥がしで使うリムーバーを使用します。こちらはもともと穴は開いてないのですが、穴を開けてこのようにネックルストラップを取り付けています。こちらは腕に通して固定することで作業時に離した際に落下しないようにしています。このリムーバーを羽の部分に押し込んで、で引き剥がす際に天井材に押さえつけることで破損を防ぐようにしています。ではやっていきます。リムーバーを入れて少しこじることで天井材と隙間を作って、爪を入れて、その際にリムーバーをしっかり天井材と押さえてください。こういう感じですね。反対側も入れてリムーバーをしっかり押さえて、であとは羽を押さえ込みながら引き抜いていきます。このように外すことができます。で、以前これを見つける前はこちらのスクレーパーで同じようにやっていたのですが、こちらですとやっぱり重量もあり、同じようにストラップをつけたも落とした時に壁や要は体に当たると危ないので、できればリムーバーがいいのかなと思うのと、また別の代用品としてカッターナイフを使っています。この養生テープを使って刃の部分を危ないのでまず保護します。で、こちらの残りは少し中めに残してください。後で引っ張るのに使用します。で、長い部分左右はこのように折りたたんでいただいて、これでも同じようにリムーバーの代わりに使うことができます。器具の隙間に入れて少しこの残したベロで引っ張り上げて隙間を作り爪を入れます。そしたらあとはカッターの刃を押さえて、このような感じですね。そしたら反対側もこのように外すことができます。次に、こちらの大きいタイプの古い器具の場合ですが、このように引っ張ることでクリップがで固定されているので、このように外せます。引っ張ることでクリップが縮み外れるのと、まあ引っかかっているところは
こう何度か揺すってあれば外れると思います。で、以前の動画で紹介したこちらはつまみを持ち上げてロック解除するタイプになります。で、ずらすことができます。ですがこちらはクリップを外すことも戻すこともできないので、こちらのクリップの場合には中に落としてしまいます。これでこのように外すことができます。別のタイプとしてこちらのクリップの場合にはこのつまみをつまむことで本来ロックの解除ができるのですが、どうしても強く締め付けているとこのように動かなくなってしまっているので、その際にはペンチでこのように両方つまんでしまうと潰してしまうので、片方ずつつまんで、で揺すってみてください。これによりロックがこのように動くようになります。で、外すことができます。この羽の場合には中に畳んだり中に戻したり裏側へ落とし込んだりできますが、再度使う場合にはバネの力でクリップが飛んでいってしまうことがあるので注意してください。次に、電線の外し方ですが、私はこちらの宝山の DK200 を使用しています。マイナスドライバーでもいいのですが、ちょっと長すぎるので、なかなか使いづらいので、こちらだと片手でロック解除のところに押し込むことができ、このように簡単に外すことができます。この際にスイッチを切っていても電気が来てないわけではないので、片方ずつ抜くようにした方がいいです。片方ずつ抜いて、抜いた方を仮にテープして、もう片方を抜きます。で、テープしてあげてください。で、もしも電線に長さがあり、再接続が容易な状態であれば、このように切断した方がいいと思います。この際に1本切ったらテープすることと、2本目を切る際には電線が切れた瞬間逃げてしまって危ないので、必ず手でホールドしてこのようになるようにしてください。で、あとこちらは余談ですが、このような保護チューブが入っているタイプのものもあります。こちらは器具が加熱した際に電線に熱が伝わり被覆が溶けてしまった場合の最終防衛の保護で、メーカーさんが考えて付属としてつけているものなので、同じ器具を使われる際にはまた使うようにしてあげてください。このような動画を上げているので、よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。